はい、愛知県春日井市から来ましたのりまきちんたろうです。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、岡崎のイベントね、今年も来れて嬉しいね。嬉しい。はい、ちんたろうっていう名前を聞きますと皆さんちょっと微妙な反応というか、え、ちんたろうって言われることが多いんですけれども、ぜひ皆さんちんたろうくんに会ったらちんちゃんとかちんくんって呼んでください。ちょっと今呼んでもらおうかね。じゃあ私がせーのって言ったらちんくんって呼んでもらっていいですか。いまーす。せーの、ちんくん。なんか見たことないぐらい飛んでるんですけど、もう一回呼んでもらおうか。じゃあね、せーの、ちんくん。ちょっと喜び方が特殊なんですこの子。というわけでちょっとちんたろうくんの説明をしたいと思うんですけれども、ちんたろうくんはその見た目から犬と言われることもあるんですけれども、実は犬ではなくて未知の生き物です。